皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は Must not と Shall be の問題です。元の英文とほぼ同じ英文になるように空所に単語を入れましょう。こういう問題です。一番の問題、 You must not swim here. You must not swim here. ここで泳いではいけません。こういう文章ですね。これを Cool and swim here、ね、Cool and swim here、 こういう形に変えます。2番、 Shall we play cards? Shall we play cards? カードというのはトランプのことで、 Shall we しましょうですね。トランプをしましょう、トランプをしましょう。これを空欄で play cards、ね、空欄で play cards、 こういうほぼ同じ意味の英文に書き換えます。では皆さん、ここで動画を止めて答えを考えてみてください。答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。You must not swim here。 この must not というのは禁止の意味なので、禁止を表す命令文、 don't で始まる命令文ですね。 Don't swim here、 このように書き換えることができます。2番、 Shall we play cards?、ね、トランプやりましょう、何々しましょう。これは Let's の文章に書き換えられますよね。だから Let's play cards、 これが正解になります。Shall we? って一緒に何々しましょう。 Let's、 どちらも一緒に何々しましょうという意味なので Let's に書き換えられる、こういうわけです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようならー。